再びボール青森、下山のスリー来ました。ここはボールつながらず、そして薄井へのパス、薄井がレイアップ決めてきました。伊藤、そして薄井がここでスリー狙ってきました。決まりました。藤岡がドライブして決まりました。2点差まで迫ってきています青森。ここもクレイグだ。青森クレイグが再びドリブルで運ぶ、ディフェンスかいくぐってシュート決まりました。そして門間、一旦クレイグに戻します。ここもターンして、そして薄井へのパス、薄井が決めた。薄井へのパスが見事に通ってのシュートとなっています。この巨体ながら非常に身のこなしの軽いクレイグ。クレイグのスイッチ、そして再び菊山のスリー来ました。この差はここミドルを狙ってきました。決まりました。中を見ながらクレイグ、そして中の藤岡へパスが通って決まりました。藤岡のシュート、クレイグ、クレイグがスリー狙ってきました。決まりました。シュート記録残り5秒、クレイが遠目からスリー狙ってきました。決まりました。青森は何を狙うか、駒澤が自ら持ち込んでシュート、ここは前シュート決めてきました。クレイグ、門間、門間が持ち込んでシュートを決めました。さあ本田へのパス、これは青森がカット、下山のスリー決まりました。下山このスリー、駒澤からのパスを受けてここもよく決めてきました。すみません、青森残り10秒、ミドル狙ってきました、入りました。